マグラ小の1、2年生9人が7月4日、クスノキ木漏れ日の里で、自分たちが校内で育てたナス、キュウリ、ピーマン、トマト、インゲン豆などの夏野菜を販売しました。生活科の授業の一環で地域の人と交流しながら野菜の栽培・販売を行い、ふるさとへの関心や愛着を持ってもらうことを目的に4年前から実施しています。直売所前の特設テーブルに野菜を陳列した後、同施設職員の中村康弘さんに1人ずつレジの使い方を教わって臨みました。時間になると、マグラ小学校の1、2年野菜マーケット開店です。と声を揃えて挨拶。マグラ小学校の1、2年野菜マーケット開店です。続々と集まる市民に、いらっしゃいませ、新鮮ですよ、などと元気に声をかけました。可愛らしい接客に訪れた人たちは、笑顔で野菜やレシートなどを受け取っていました。児童たちは一生懸命にレジ打ちや接客をこなし、30分も経たずに完売しました。東高近くで農業を営む川崎文夫さんらの指導を受け、5月に校内の畑に苗を植え、毎朝の水やりを続けました。当日と前日に収穫して袋に詰め、すごく美味しいですよなどのメッセージや値段を書いたカードを送付しました。値段も児童たちが自ら決めました。売上金の3860円は次回の野菜作りに使う苗の購入費などに充てる予定です。